立てるんじゃなくて、自分がやった内容と勉強時間を、一番僕は英語は本当に一番かけた、はい、量がすごい多いと時間が少ない。せーの、Hello there. ありがとうございます。これだけ。これだけはやった。はい、始まりました。森田チャンネルです。今回はですね、東大医学部ですね、宇佐美すばるさんにおいでいただきました。よろしくお願いします。宇佐美すばるです。宇佐美さんの、チャンネルですね、大人気チャンネル、あの長いタイトル。そうです。あれは多分誰よりも長いです。呼び乗りさんを超えたかもしれない。そうですね。パスラボイン東大医学部初朝10分の受験勉強カフェ。っていうやつですね。朝にいつも上がってますので、そうです、6時半にめちゃくちゃ早いんですけど、そうですね、上がってで、打倒鈴木貫太郎でした、ね、いやそんなことは思ってないです、はい、っていう感じでやってますので、ぜひチェックしてみてください、はい、勉強どうやってやってきたのかですね、具体的にやってたそれをやり方をちょっと聞きたいんですけど、はい、どうでした、勉強時間とか高校の時どんな感じで撮ってたんですか、ね、そうですね、僕は勉強時間はなんかそれこそみんなこう計画を立てるみたいな感じが多いじゃないですか、はいはい、なんか次の日はなんか何時から何時はこれをしてみたいな、はいはい、僕なんかそれを計画立てても結局転がるというか、はいはいはい、だったんで逆をしようと思った、ほうほうほう、これは計画を立てるんじゃなくて自分がやった内容と勉強時間を記録するようにしよう、はいはい、ああなるほど、逆に計画じゃなくてやったものを日記みたいな感じで、そうですそうです、僕それをスケジュール管理帳みたいな呼んでるんですけど、そしたら何が分かるかっていうと、大体例えばじゃあこの日は1日じゃあ3時間勉強したと、はい、けど普通に3時間勉強したって言っても隙間時間がめちゃくちゃあったりとか、はいはいはい、ここはもっとこういう勉強できたなっていう反省が1日ベースでできたんですよ、そしたら次の日はじゃあ1日じゃあ4時間とかできるならやろうとかでしたらどんどん、そうですね、で受験生の時も1日8時間とか10時間ぐらいとかは、はいはいはい、学校終わってそれそれ学校以外の時間でっていう、はあすごいですね、予備校とかはどれくらい時間的に、予備校はですね週3ぐらい3回4かなで19時半ぐらいから21時半ぐらいまで、はいはい、2時間ぐらいです、2時間、そうですね、で各教科ですか、うん、各教科ですね、英数国であと理科、各英数国、そうですね、あ週4ですね、週4、はい、ですね、ここはもう国語として全部あるそうですね、ただ僕国語はもう多分最後の最後に苦手だったんで、あそうだったんですね、そうです、いやけどまあなんとかセンター試験、僕のセンター試験の国語の年がめちゃくちゃ難しい時で、平均点が100点を切るみたいな、お古文漢文をすごい準備したのに古文漢文が100点満点の35点あ40点だったんですよ、はいはい、けど現代文に救われて100点満点95だったんで、はいはいはい、本当にまあちょっといろいろ国語はあったんですけど、なるほど、でも他はいいけど英語はどういう、あそう英語はもう9割ちょいとかですね、数学も、あ数学はもう おかげさまでどっちも 100取れたんですよ、お今まで模試とかおかげさまかどうか分かんないですけど誰のおかげなのか分かんないけど今までその模試とかだとどっちか100点取れてもどっちか1点取れてもあなるほど、はいはいはい、で本当にもうずーっと取れなかったんですよ、うん、でじゃあ本番はってなって、本番とかも数 1A とか最後の5分で図形のミスを発見して、はいはい、うわーミスったやばい、でこうやっていってなんとか間に合ったとかだったんですけど、おいい、ね、2桁なら 100で、いやよかったですね、いや今のリアクションなんかはじめ社長っぽくて新たな道が開けたんじゃないですかいやありがとうございます、友達からオーバーリアクションがねいや全然いいですよ、ね、あありがとうございます、もうそれじゃなくて YouTube 確かに YouTube 向きかもしれない、絶対そうだと思いますよ、多分一番あのコラボした人の中で動いてますもん、あ、マジですか、すいませんいやそれこれこそ YouTuber です、ね、科学と物理に関しては、まあまあ、これは塾の高校2年生からたまたま塾の先生が来てっていう話だったんです、うん、あことだったんですね、でセンターは両方、あ、センターはですね科学が100点で物理が多分95か90何本だったんですよ、で、あとは社会科目か、社会は94ですね、はい、なんで合計で多分800超えたぐらい、多分そうですね9割ぐらいです、おすごい、あじゃあ使いリスニングは一応受けましたんですか、あ受けました、センターの
次が48。おお、いやでも1問ミスったんだけど、東大でミスるのはちょっと言われるぐらいだった、ね。まあ関係ないですもんね、使わないですね。使わないんです。でそれで2次はどうしよう。あ、2次はですね、僕はこれ意外と理科が一番解けたんです、はいはい、でこれは解けたっていうか、僕の年が理科がすごい難しかったんですよ、はいはいはい、なんか問題量すごく多くて、こうペンを置いてくださいって言ったらみんなもう解けなくて、あ、何何みたいな、そうですそうですそうですでぐらいだったんですけど、僕は大体それで半分ぐらい取れたかなと思って、60点満点なので30点ぐらい、まあ、科学も難しい、うんうん、それ蓋を開けたら60点満点42と41で7割ぐらい取れたところがあり、なんで科学、そうですね、理科に救われて、で英語は6割ぐらいです、75とか6とかでしたかね。で数学が多分67で、国語が32とかです、ね、そうですね、まあ250ぐらいです。なんで僕自己採点の時は200点ぐらいだと思って、はいはいはい、ほんまに落ちたかと思ったんですよ。なるほどなるほど。蓋を開けたらなんか一応合格者の平均点よりは超えてたんで。すごいじゃないですか、すごいし。いやいや、二次試験対策とかどうやってやってたの。あ、そうです、二次試験対策は一番僕は英語は本当に一番かけたんですよ、はいはいはい、二次試験対策っていうのも東大の英語ってもうバラエティが豊富なんですよ、ね、うん、そうですね、でもようやくなんとかで、そこでまず思ったのが、僕リスニングがめちゃくちゃ苦手だったんですよ、もともと。でただリスニングが苦手で他のって言おうとしたら、東大ってリスニングを取れなきゃもう無理なんですよ、うん、そうですね、そうって考えるとリスニングと英作文と和訳だなと思って、はいはい、もうそこだけにまずは特化してもう25カ年とか解いていって、おおほほほほ、そうそう、リスニング30分ぐらいで30点っていう、そうなんです、ね、コスパがいいんですよね、本当に全体の中での、しかも全部記号なので、うん、ちょっと難しくなっちゃいますけど、今5択になって、そうなんですよ、5択、あれはかわいそう、かわいそうだね。まあ多分さんざん言われてたからだと思います。予備校とかもみんなリスニングが一番簡単だからって教えてて、リスニングを全部取れるようにしなさいって教えてる先生がいっぱいいるんですよね、うんうんうん、だから東大側もふざけんなよそんなに優しくないからみたいなすごいね、ギャルみたいな和訳とかはどうしました。和訳はですね、僕英文解釈の技術100っていう本を使って、はいはい、英文解釈はもう一つ一つ本当に丁寧にやろうと思います、うん、なんか量をこなそうっていうよりは一つ一つの問題からいろいろ深く学ぼうっていうのを思ってまして、でパズルみたいだなって思ったんです、うん、単語の、そうですね、推測とか、はいはいはい、あ、こことここと同じ意味なんだとか、あ、はいはいはい、楽しいですね、ああいうの楽しいですよね、本当にそうですね、なんかああいうのをどんどんやっていくとふと気づけば長文とかも結構論理的に読めるようになるとか、なるほど、まあ、確かにそこまで難しい構文出ないですもんね、東大はね、そうなんですよね、さ、うん、となんか東大、僕イメージとしたらレベルはそんなにめちゃくちゃ高いわけじゃないと思います、うん、ただ量がすごい多いのと時間が少ないので、でも 1B と 4A ですね、もう時間を奪う気満々ですからね、そうそう、あれはだからできる人も本当に戦略とか配分をミスると結構ドバッと、そうなんですよ、きちんとそこでやっぱりそうですね、あんまり傾向が変わらないっていう意味では確かそうですね、この今言った要約和訳とリスニングっていうのは、そうですね、アダメ英作文とかもそうやっておくべきですね、英作文もできる人からするとそんな難しくないんですよね、そうなんですよね、本当にそうなんです、もう僕の年とかなんか自動販売機を犬がいるやつですね、あ、そうですそうですそうですあれ見て、あれ自由だったんで、もうなんかもう本当に私なんかお茶飲みたいわみたいななんかお茶売り切れてるよみたいな、じゃあオレンジジュースでいいよみたいな、そんぐらいだったんですけど、文法ミスだけは多分なかった、はいはい、それで結構それ、まあ、ちゃんと犬にも触れて、ああ、犬どうしたの、じゃあオレンジジュースぶっかけようぜ犬が吠えてるわよみたいな、いやもういきなりいきなり吠えてるわよだからもう僕そうですね、あれ満点ではないと思うんですけど、ただなんだ吠えてるって整合性がないぞ一貫性が、そうです多分あれでなんか水がかかってなんか吠えて、なんかもうなんかちょっと、ああ、なんかそれか犬が欲しがってるにしたかなんか、はいはいはい、けどもう本当に10分とかの中でポッと見てもう思い浮かぶものを、そうですね、そう、発想力みたいになりますからね、本当になんか頭の回転の速さですね、そうそうそうと思います、本当に思います、うん、あれは、あ、でも前作本当にできないですからね、みんな、あ、やっぱそうなんですね、本当にできない、多分この子あれか、今若手のね高田文やってるから東大受験
あーそうですよね、ちょっと添削させろって言っときますすごいけどフーミンさんが一番けど可能性はなんかありそうかなと思う、ね、まあ、なんか学歴コンプレックスですよねあの人ね兄弟やぞって言って、ね、東大に黒負けみたいに見られちゃった英語なんかめちゃくちゃできるから教えてるとかではないんで、TOEIC とかまだ受けたことあんまないんですけど、なんかただ僕は将来的に海外とかにそれこそ住みたいな。なるほどなるほど。どこを住みたいとかあるんですか。いや僕はですねカナダですね。おカナダ、なぜ。あの AK イングリッシュさんっていう方がいます、はいはい、ああはい、あの女性が好きだから可愛いから。いやなんか僕の友達が好きなんですよね。あ、はいはい、そしてそれ見てたら何ですかの自分じゃなくてみたいな僕もけど本当に好きです。バンクーバーですね。あ、そうですか。あの生活とか見てる、いや確かにこうそれこそまあカナダに住むかどうか分かんないんですけど、はい、ただやっぱエケイングシュの彼女に会いたいってことですね。カナダに住むかは分からないカナダが住んでるところだったらどこでもそうですね、分かりました、連絡してみますとりあえず。知ってるんですか。いや知らない知らないんですか。ちょっとバンクーバー行ってる、バンクーバー行ってるね、今は知ってますから。ああだけどぜひ本当にそうです、 YouTube やってる、 YouTube ドリームですよね、まさか。何年かって彼女に振られて、ね、あよく思うんで受験を決意してるってことは、ね、そうです、ね、彼女を落とすためにいやいやいやトイック受けていく。トイックトフルとか受けていく、英検とかも。ああけど受けたいですね。僕英検高1の時に日給取って以来受けてないんで。あ、そうなんですね。そうです。てかまあひとまず東大の医学部を卒業してからどんどん資格とかを、なるほどなるほど、取っていこう。そのプロジェクトも始まるわけですね。そうですね。ちょこちょこ出てきますじゃん。そうですね。じゃあ作文見てダメだ。あ、いやもうありがとうございます。いやこれからも期待してどんな感じになっていくのかすごい期待しますのでぜひ、はい、頑張っていただければなと思います。はい。はい、本日は宇佐美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.